1990年代、因縁のライバルとしてしのぎを削ったニューヨークニックスとインディアナペーサーズ。このシリーズでひときわ燃えるポイントガードがペーサーズにいました。ニックスから見限られた彼はペーサーズの絶対的な司令塔として活躍し、古巣への復讐に燃え続けていました。身体能力には決して恵まれていなかったものの、ストリート仕込みのバスケットセンス、パスワークを武器に90年代を代表するポイントガードの一人として活躍しました。ということで今回はマーク・ジャクソンについて話したいと思います。1965年4月、マーク・ジャクソンはニューヨーク州ブルックリンに生まれ、クイーンズで育ちました。ストリートボーラーとしても名を馳せたジャクソンは、高校時代チームをニューヨーク州のチャンピオンに導くなど活躍。大学はニューヨークの名門セントジョーンズ大学に進学します。ジャクソンの2学年上には後にペーサーズでチームメイトにもなるカレッジバスケットのスタークリス・マリンがいました。マリンが4年生、ジャクソンが2年生の時にはセントジョーンズ大学は NCAA トーナメントでファイナル4に進出。マリンが卒業した後の3年生からの2シーズンではエースとして活躍し、平均 14.7 得点、7.9 アシストを記録。この頃からカッピングと呼ばれるフリースロールーティンを始めたと言われています。そして大学を卒業するジャクソンは1987年、NBA ドラフトにエントリーをすることになります。The New York Knickerbockers select Mark Jackson.ジャクソンは1巡目全体18位でニューヨークニックスから指名されました。この年の NBA ドラフトではデビッド・ロビンソン、スコッティ・ピッペン、ケビン・ジョンソン、さらに後に相棒となるレジー・ミラーと多くの優秀な選手が指名されていました。またニックスには3年目のスタープレーヤーパトリック・ユーイングがいました。1987-88年のルーキーシーズン、全体18位という指名順位をいい意味で裏切る素晴らしい活躍を見せていきます。全82試合に出場し、平均 13.6 得点、さらにリーグ3位となる 10.6 アシスト、リーグ6位となる 2.5 スティールを記録。ユーイングを擁しながら前年24勝だったチームを38勝にまで押し上げ、プレーオフ進出に貢献します。新人王投票では80票中77票を獲得、ダントツの得票数でルーキーオブザイヤーを獲得します。ちなみに1985年のロッタリーが導入されて以降、ロッタリーピック外で新人王を獲得したのはこの年のジャクソン以降、2017年のマルコム・ブログドンまで先の話となります。さらに翌1989年には平均 16.9 得点、8.6 アシストを記録し、キャリア2年目にしてオールスターに選出。ニックスは52勝30敗という成績を残し、プレーオフではセカンドラウンドへの進出を果たしました。しかしジャクソンの2年目のシーズンが終わると、ヘッドコーチのリック・ピティーノがケンタッキー大学のコーチに就任するために退任。ニックスは安定感を欠き、司令塔のジャクソンは批判の矢面に立たされることになります。それでもキャリア5年目の1991-92年のシーズンになると状況が一変。レイカーズで4度の優勝経験を持つ名将パット・ライリーがヘッドコーチに就任します。ライリーは控えでの起用に降格していたジャクソンを再び先発で起用し、その期待に応えるかのように平均 11.3 得点、 8.6 アシストを記録。チームは51勝を記録し、この年2連覇を達成するブルーズを相手に最終ゲーム7まで苦しめる接戦の立役者となりました。しかしこの年のシーズンが終わると、先発のフォワードゼイビア・マクダニエルがセルティックスへ移籍。フォワードの補強を余儀なくされたニックスはトレードでチャールズ・スミス、さらにドック・リバースを獲得。見返りとしてジャクソンをクリッパーズへ放出しました。クリッパーズに移籍した1992-93年のシーズン、ダニー・マニング、ロン・ハーパーとともにドアマットチームとして知られていたチームを41勝に導き、プレーオフ進出に貢献します。しかしクリッパーズでの2年目のシーズン、
ラリー・ブラウンがペーサーズのヘッドコーチに席を移したこともあり、27勝55敗という散々な成績に終わりました。1994年のオフシーズンになると、ラリー・ブラウンの後を追うようにジャクソンはトレードでペーサーズへ移籍することになります。ペーサーズはレジー・ミラー、リック・スミスを中心にディフェンスに重きを置いた堅実なスタイルでカンファレンスファイナルに進出を果たしていました。そんなチームの弱点の補強としてジャクソンは迎え入れられました。1994-95年のシーズン、ジャクソンが加入したペーサーズはイースタンカンファレンス3位の52勝30敗を記録します。プレーオフのセカンドラウンドではジャクソンにとっての古巣であり因縁のニューヨークニックスと激突。シリーズはゲーム7までもつれる死闘をペーサーズが制し、カンファレンスファイナルへの進出を果たします。しかしマジックとのシリーズではゲーム7に敗れ、 NBA ファイナルを前に涙を飲むことになります。さらに翌1996年のプレーオフ、ミラーの怪我により1回戦で敗退に終わります。直後のオフシーズン、ペーサーズは3年目のガードジェイレン・ローズを獲得し、見返りにジャクソンをナゲッツに放出しました。ナゲッツはムトンボ、ラウーフといった主力が移籍し、再建を強いられたチーム状況の中、50試合で平均 10.4 得点に加え、キャリアハイの 12.3 アシストを記録します。一方、ジャクソンを放出したペーサーズは、プレーオフ圏外に苦しむ不振に陥りました。この状況を一変させるべく、ペーサーズは2月に再びナゲッツとのトレードを成立させ、ジャクソンを呼び戻すことに成功。結果的にペーサーズは39勝に終わり、プレーオフ進出を逃すものの、ジャクソンはシーズンを通して平均 11.4 アシストを記録。9年連続でアシスト王に輝くストックトンを抑え、この年のアシストタイトルを獲得しました。ジャクソンの特徴的なプレーの一つがポストアップです。ポイントガード離れした強靭な体、フックシュート、ティアドロップといったシュートスキル、ダブルチームを見過ごさない視野の広さ、ジャクソンのポストアップによりシュートのうまいミラーやスミッツの良さが生かされ、相手チームにとってジャクソンの存在は脅威でした。1997-98年のシーズン、ラリー・バードがヘッドコーチになったペーサーズはイースタンカンファレンス2位の58勝を記録。セカンドラウンドでは1995年に続き宿敵ニックスと対戦。ゲーム5でのジャクソンは22得点、14リバウンド、13アシストを記録し、トリプルダブルの大活躍を見せます。ジャクソンの活躍でニックスを4勝1敗で破り、ペーサーズはカンファレンスファイナルへ進出。2度目のスリーピートを狙うブルズと対戦します。ジャクソンのゲームメイクやポストアップを警戒していたブルズは、ボール運びからピッペンを徹底マークさせる奇策に出ます。結果、ジャクソンはピッペンのディフェンスに苦しみ、平均10得点、5.9 アシストと本来の持ち味が発揮できずに終わります。それでもペーサーズはミラーを中心に驚異的な粘りを見せ、シリーズを最終ゲーム7へ持ち込みます。最終的には敗れるものの、ブルズが優勝した6年間のうち、ゲーム7までもつれたのが92年のニックスとこの年のペーサーズ。その2チームを司令塔として率いたのがマーク・ジャクソンでした。ロックアウトで迎えた1999年のシーズン。この年はカンファレンスファイナルでニックスにリベンジを食らうものの、翌1999-2000年のシーズン、イースタンカンファレンストップの56勝を記録したペーサーズは3年連続でカンファレンスファイナルに進み、再びニックスと対戦。ペーサーズは4勝2敗でシリーズを制し、悲願の NBA ファイナルに進出を果たしました。キャリア13年目、34歳にして初めての NBA ファイナル。ジャクソンはベテランらしく要所で見せ場を作るものの、ペーサーズは2勝4敗で敗退。悲願の NBA 制覇とはなりませんでした。 NBA ファイナルが終わるとラリー・バードの退任に始まり、スミッツが現役を引退。さらにペーサーズはクリス・マリン、デール・デイビスをトレードで放出。 FA となったジャクソンは元ペーサーズのセンターアントニオ・デイビスの勧誘もあり、若手主体のラプターズへ移籍します。
その後クリス・チャイルズとのトレードで古巣ニックスに戻り1シーズン半先発として活躍。さらにジャズではストックトンの控え、ロケッツではスティーブ・フランシスの控えとしてそれぞれ1シーズンプレーし、39歳となる2004年を最後に18シーズンにわたる NBA キャリアに幕を閉じました。現役引退後は2011年ゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチに就任。ステフィン・カリー、クレイ・トンプソンを中心に就任2年目にはチームをプレーオフ進出に導きます。さらに就任3年目にはチームは51勝を記録し、着実にステップアップを続けていました。しかしフロントとの方向性のズレから突如ヘッドコーチを解任。カリーなどの主力選手から支持され、またチームは前進を続けていたため、この一件には多くの批判が巻き起こりました。その後 ESPN の解説として復帰し、2023年現在も全米中継を中心に活躍を続けています。ということで今回はマーク・ジャクソンについて話しました。ストリート仕込みの多彩なアシストで味方の得点チャンスを演出し、キャリア通算のアシスト数は2023年1月現在歴代5位の1万334本を記録しています。素晴らしいプレー後に見せる市民、ニックスのラリー・ジョンソンに対抗したビッグクロス、アクション・ジャクソンとも呼ばれ個性的なキャラクターの持ち主でもありました。オールスターの選出はキャリア2年目のわずかに1回、それでも90年代を沸かせた強豪ペイサーズにおいて必要不可欠な選手であり、強烈な個性を持つ90年代を代表する名ポイントガードの一人です。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。コメントや高評価、チャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。